お昼休みはね、ウキウキウォッチングなんだけど、今日はね、ウキウキウォッチングでも、バイクウォッチングしたいと思います。で、後編ということでですね、延べ、10台以上のバイクがですね、浦和店に集結して、今回の方取材させていただきました。で、後編の方もじゃあどうぞ。じゃん、8台目でございます。8台目ね、富士のバラッドオメガですね。黒森のロードバイクって意外と選択肢多くない。実際その黒森っぽいこういう細身のフレームって結構安いの探してみると黒森じゃないんだよ。回転スチールとかだったりするんだね。で、実際その黒森ちゃんと作ってるところってそんなに多くないんですが、その中では比較的しっかりしていてお手軽なメーカーとしてはこの富士のバラッドシリーズで、バラッドってもともとシングルスピードのモデルなんだけど、バラッドオメガっていうのが確かギアードのモデルだったりします。メッキがすごく目立つんですけども、パーツ構成もすごく凝ってます。ハンドル周りはこれは実はですね、ステムが1インチの、スレッドタイプっていって、これ古くからあるタイプなんですね。で、このタイプのステムだとどうしてもクラシカルにまとめがちなんですけども、デダのミュレックステムですね。これは結構モダンでシュッとしたスタイルでいいんじゃないでしょうかね。で、それに合わせてるハンドルも同じくデダ、これちゃんとシルバーで揃えてね、素晴らしいですね。メッキのワイヤーね、まあ、一般的に日線とか合わせる方が多いんですけれども、このメッキ感ね、こちらのボトルゲージエリートですね。エリートのね、グッシーだったかな、グッシージェルだったかな、これ確か。これ、ノスね、ノス。ナイトラスオキサイドね。車に積んでるね。これでね、本人も加速しようという、本当は。そうですね。そうです。そんな感じですね。はい。で、プーリーもアルミのプーリーに入れられてますけども、こんだけゲージ長いと結構ね、大きいギアつくのね。これ多分もっと大きいギアいくよね。そうですね。GRX とかだとね。で、こんだけワイドレンジとかだと、フロントシングルでも昔の、なんか後ろ8段ぐらいの、使えるギアとそんな変わらなかったりするんでね。だから結構フロントシングル選択肢としては最近は面白いんじゃないかなと思ってます。ちなみにやっぱり結構フロントシングルだとガッツリ踏める感じしない？あ、します。するよね、はい、やっぱり僕も CX でフロントシングルやってたりするけど、これフロントシングルギアなかなかいい調子です。で、このね、ライトね、このライトも砲弾型でかっこいいよね。フロントもレザインのシルバーのライトついてたりするんだけど、結構やっぱ統一感決めてやる感じですね。でトムソンのエリートのシルバー、これね、映像だと映りにくいですけども、このヘアラインがね、いい感じなんですよ、このね。まあ、一言で言うと、なんか、スチームパンクというか、なんか、そういったなんか、かなり男臭いというか、そういったムードがあって、これはなかなか熱いバイクですね。僕、正直、ここまでかっこいいバラッドオメガ初めて見ましたね。こんな決めてる人、なかなかいないんじゃないかな。ハンドル周りがやっぱ、ごちゃごちゃしてる。シンプルに、もうシンプルに。そうそう、目に入るところなんで、ここはやっぱりね、ごちゃごちゃさせたいですよね。僕はね、ここにいっぱいね、物をつけてるの、舞茸って言ったりするんですけど、やっぱりね、普通に自転車買うと、サイコンつけて、ベルつけて、反射板つけてとか、本当にね、舞茸がね、内側からどんどん生えてきちゃうので、やっぱりシンプルにさせたい。ホイールも RS81、今はちょっとね、あんまり見かけなくなっちゃったレアなモデルですけども、C50 で迫力があるようなんですね。ホイールはやっぱりシルバーにまとめるよりも、ディープリムで迫力出したかったって感じですか？そうですね。これの前にフルクラムのレーシングカートを使ってたんですけど、うん、もうちょっとこう、うん、迫力が欲しい。迫力が欲しい。何かこのバイクとともに一言あればお願いします。一言。ほぼずっとこう、荒沢走ってるの、うん、まあ、うん、もし見かけたら。アラサイが生息地ということで、そうです。これでも目立つでしょ、これ。岩淵水門でこれ止まってたら僕話しかけたよね、これね。すげえバイク乗ってますよ、これ。やべえとかですね。にしてもこれなんかやっぱりホリゾンタルいいっすよね、このまっすぐ、ね。ホリゾンタルは。で、これとこのライトが辛い位置で同じ角度でね、これ平行で揃ってるのがね、すごいかっこいい、これ。本当理想的にはこれもこう水平したいんですけど、ね、そこはさすがにこう、これなんかさ、ジェットエンジンみたいじゃない、これなんかすごい走りそうな感じするよね、なんかね、この巣から供給されてるよね、ゴーこのバイクは走るぞみたいな感じですね。というわけでですね、こちら富士のバラッドオメガ、ご紹介させていただきました。今日はありがとうございました。はい、アンカーの RA5 ですね。アルミフレームですね。これこそがロードバイクっていう感じですね。カラーリングもホワイトにブラックでアンカーで入っていて、非常にシンプルでプレーンで、だけどこのシルエットがかっこいいという感じですね。フォークはこれカーボンフォークがついてるって感じですね。で、これすごいな。ディズナのちょっと古いステムがついてるね。で、ハンドルもデダのベーシックなモデルなんですが、握った感じ細いなこれと思ったら、
下手でこれテニスのグリップ。テニス部。で話聞いたらテニス部。テニス部だったということで、やっぱ巻きやすいよね、馴染みのものに、ね。実はバーテープよりもテニスグリップの方が僕の印象だと巻きやすいです。やっぱりちょっとね。で、見てください、このサドルコ、よく見たらこれディズナー手書きじゃん。手書きです。これディズナーじゃない。はい、ディズナーじゃない。ディズナーじゃないけど、ディズナーを手書きしてるって。すごい、この手名で書いた感がすごい、かっこいい。で、いや、でもサドルもショートノーズのサドルですね。あ、トゥーシークさんか。はい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 。中華ブランドなんですけども、自分の名前出して売ってるとこです。乗り心地どうですか、これ。乗り心地はめちゃくちゃいいですね。あ、じゃあベースが柔らかいということですね、やっぱり。でもね、意外とこういうサドル、ブルベで使ってる方も多いです。なので、まあ、意外とちょっと、いろいろ試してみてもいいんじゃないでしょうかという感じですね。コンポーネントはこれ68系のアルテグラって感じですかね、はい。僕実はアルテグラの中だと68系が一番好きです。なぜかというと整備がめちゃめちゃしやすいので、調整もめちゃしやすいで、シャドウディレイラーじゃないんで倒した時ダメージ受けやすいって言いますけれども、でも正直な話8000も使いましたけども、そんなに変わんないかなという印象です。ブレーキとかね、やっぱシルバーのパーツね、割とシルバーだったらシルバーで固める、ブラックだったらブラックで固めるっていう考えの方も多いと思うんですけども、アクセントでこういうの入れてみてもいいかもしれないですね。特にステムとかこれね、ちょっとグレードの方が入ったりするんで。ちなみにデタだと昔0100のステムとかハンドルでシルバーとかのグレーっぽいのが出てたりするんで、そういうのとかね、意外と入れてみるとグレー調だと他の色と喧嘩しないので結構いいかもしれないですね。どうですか、実際レース走られた感じとか。結構全然レース使えるような感じで。ああ、なるほど。バイク買ってどれくらい経ちます？半年ちょっとです。半年でももうだいぶバイクに慣れて、普段からよく乗ってる。やっぱり荒川走ってて感じ。荒川走ってます。荒川走ってる感じですね。どんなバイクも乗って慣れることが大事ですね。やっぱり眺めてるだけじゃなくて、乗ってどんどんバイクの理解を深めてほしいという感じがしますね。じゃあこれからはエンジンをちょっと鍛えてという感じですかね。はい。じゃあちょっとこの白いアンカーを見かけたら、峠じゃないですけども勝負を挑んでみてはいかがでしょうかという感じですね。今日は高橋さんですね、はい、ありがとうございました。はい、こちらですね、ご紹介するのはビアンキスプリントですね。ビアンキの中核をなすモデルなんですけれども、カラーがチェレステとブラック2種類あるんですが、今回ご紹介するのはブラックのモデルとなっております。ビアンキスプリントはグレードがいくつかあるんですけども、こちらのモデルはベースグレードですね。105のコンポーネント7000系がついてますね。確実で扱いやすいコンポですね。で、ハンドル周りがフライムのドイエンヌですね。ドイエンヌエロがついてます。で、これちょっと気になったのが、これシマノプロの、バイブのアルミステムなんですけど、これちょっとレターが違うんですよ。で、これもともとついてたっていうんですけど、これプロ支給品って言ってましたね。はい、そうです。自分の知り合いの人から安く売ってもらって、はい、なるほど。結構ステムだったりとかサドルもそうなんですけども、結構合う合わないってあるので、意外と余らせてる人がいたりします。なので仲間内でちょっとこういうのあるかって聞いたりすると、意外とねこういうことがあったりします。で、ビアンキスプリントかっこいいのがね、これトップチューブダウンチューブの上にこのねレターが入ってるんですよ。結構わーってね、だからただ単に真っ黒ってだけじゃなくて、結構ねこういったところの演出がねなかなか憎いなっていう部分があったりします。で、これはハンドル周りだけじゃなくて、こちらもシマノプロの方で固めてますね。ステルスの、これサドルですね。で、これも PLT かシートポストがついております。結構突き出し量あるな、かなりがっつり突き出してかっこいいスタイルになってるんじゃないでしょうか。ビアンキスプリント、ちなみに乗ってみた感想ってどうですか？まあ、カーボンロードバイク初めて乗ったんですけど、うん、まあ乗りやすくて、うん、まあ、走り出しも、うん、グイグイ組んで、はい、とてもいいと思います。あ、ちなみにこれの半分ロードバイク初めてって言ってましたけど、これの前って何か乗ってたりとかしたんですか？これの前はアルミのドマーネ乗ってました、うん。あ、アルミのドマーネ乗ってました。やっぱアルミのドマーネとカーボンのスプリントだと、やっぱスプリントの方がちょっと走りも感じもいいっていう感じですか？はい、そうです。あ、なるほどなるほど。やっぱり軽さ、軽いですね。あ、軽さがあるって感じですね、はい。何かこのバイクで気に入ってるところとかあったりとかございますか？まあ、小物類をシマノプロで揃えてるってところと、うん、やっぱりこのステムがみんなつけてないんで、そうだよね。これかっこいいよね、レターがドーンって入ってるとね、やっぱりね目立つもんね。自分もちょっとあれいいなとかちょっと思っちゃったりしました。最後にこのバイクと何かコメントがあればお願いいたします。まあ、荒川メインで走ってるんで、見かけたら声かけてほしいです。結構今日は声かけてほしい系多いですね。なんでビアンキの、このステムで目印にした方がいいね。
このね、あの島のプロの選手に供給の視点もついてる、子がいたら、ぜひ、ねぎらってあげてくださいということで、今日はですね、ありがとうございました。ありがとうございました。11代目です。結構紹介してるね、今日はね。 BMC ロードレーサー SL02 ということですね。 BMC のモデル自体は結構ロジカルな作りをするメーカーなんですけども、まあ結構色気があってですね、この三角形ですよね。最近の BMC もやってるのかな。この BMC、 僕が知ってる世代だとこのね三角形が特徴でした。 GT だったっけな、 GT とかもトリプルトライアングルやったりするよね。なんかまあそういった、こういったところの抜きが特徴的だったりします。今日練習してきてね。そうですね。そうだよね、これね。今日ね、今朝方ちょっとね、オープニングでも言いましたけど、雨がちょっと降ってて路面が濡れてて、で乗るとこうなるだろうなっていう感じになったんで、これなってます。でトップチューブになんかこれ貼ってあるんですよ。これ運動強度ですよね。あ、そうですね。結構やっぱサイコンとか見ながらこうやって頼むんですよ。あ、そうですね。運動強度を表示してくれないサイコンなんで。ああ、なるほどなるほど。これあれだよね、この心拍数。はい。あ、心拍数だよね、やっぱそうだね。最大 205? そうですね。一応200、なんかもっと高いのマグレで出るんですけど。マグレでも出る、すごいね。205ピークでベースで184で84パス、184でずっと走るの死んじゃうよね、やっぱりね。僕ちなみに最大心拍が202とか200ぐらいなんだけど、だいたいそれスプリントですごいやらないとそこまで運動強度上がらないんで、だいたい195とか190ぐらいベースにするんだけど、200ベースで184で走ると結構追い込んじゃうタイプですか。あ、まあ、でもやっぱりでも心臓がまだそんなに育ってないんで、うん、やっぱりすぐ上がっちゃうっていうのがある。そうだよね。ちなみに何歳？今16です。あ、16歳、まだまだこれからですね。コンポーネントが105か。はい。これ5800系かな、ベースは。と7000をミックスしたやつです。あ、そうかそうか、これ7000か。5801じゃなくて7000系のコンポーネントがついてますよっていう感じなんですけども、これはね、一目で見てね、この人足あるなってすると分かっちゃう部分のバイクですね。やっぱ色気があっていいですね。ブレーキとかレアだよね。これ FSA のブレーキでしょ、これ。はい。これ、僕の友達が持ってて、うん、ちょうどこう黒いのかっこいいなって思ってつけたら結構動きも軽くて、でしかも軽いんですよね。よく止まりますし、結構すぐシマノに変えちゃう方多いですけども、 FSA も結構調子がいい。そうですね、ちょっと借りてみたら好きになっちゃいました。ああ、なるほど。結構面白いブレーキです。 FSA ずっと使う方ってあんま多くないですよね。なかなかクールな。でも FSA のブレーキ結構造形がかっこいいですよね。ああ、バチ下げですね、やっぱり。これでポジション自体は出してるという感じですか。はい。結構レースとかもこれか、もう参加は？あ、いや、まだなんですね。あ、まだ。結構バチバチに練習してレース出ようかなという。あ、そうですね。ね、頑張って。頑張ってって感じですね。もう今年でこの子11歳なんですけど、うん、それでも元気に走ってます。そうか、11年前のバイクなんですね。これからもこのバイクでちょっと、はい、レース頑張っていこうかなと。はい。はい、ぜひ頑張って落車に気をつけて、戦っていただきたいなと思います。僕おじさんなんでね、こういう若者がすごい頑張るとね、フィジカルとちょっとかなわないんでね、ぜひお手柔らかにお願いしたいと思います。というわけで今日はですね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いよいよ12代目です。このデローザはただのものではない、デローザです。デローザメラックですね。2010年前後のモデルかなと思うんですが、カーボンがその一般的なカタログに乗って流通し始めた頃のメラックですよね、確か。そうですね、最初の2010年ぐらいからぐらいのモデルですよね。はい。でこのメラクがそのどう特別かというと、デローザっていうのはこれの最初のうちって、このカーボンね、このカーボンフレームイタリアで作ってたんですよ。今度ガチめのイタリアで作ってて、だからこの手作り感がすごいんですよ。よくよく見てみると、この塗装の塗り分け見てください。これなんかガタガタでしょ。これほらね、なんかね、違うんですよ。なんかね、これマスキングしたでしょ、これ。プラモデルっぽいですよね。って感じがあるんですね。で、イタリアンバイクってこういうもんなんですよ、本当に。これね、これがね、愛おしいんですよ、本当に。ね。で、これがあるとどうかっていうと、やっぱその工房でちゃんとね、カーボンにこういう処理をしてる、作ってるってのあるんですよ。で、僕も実は似たような世代のビアンキ928乗ってるんですけど、やっぱりね、ちょっとね、こういうところがあるんですよ。それがどうだ、最近のバイク、特にこのデローザとこの後の世代で、R838、R848 とか、スーパーキング888とか出てくるんですけど、イタリアが関わなくなってくるんですよ、どんどん、バイクがね。で、どんどん台湾とかアジア系の工場に流すようになっていって、で、ジュリアのデローザも抜けて、で、デローザのロゴも変わってって、どんどん変わっていっちゃう。で、その古く良き、その、黒森のデローザから流れを継いでるんだけど、でもカーボンフレームっていうのは、世代的には大体2009、10ぐらいが最後。なんで、このカーボンフレームって実は、かなりデローザ、一番デローザ臭い
カーボンフレームじゃないかなと僕は思うんですね。ただやっぱりちょっとね、扱いづらさっていうのがあって、このインテグラルシフトポストはねこれ結構苦労したんじゃないですか、ポジション出すの。そうですね、なかなか。これね、ここにネジついてでしょ、これ穴開けないといけないのね。で、このなんだろう、調整幅がここで一応ちょっとできるんだけど、あんまりないですね、確かに、ね、はい、確か5ミリとか 1センチぐらいしか調整できなくて、それ以上変えるにはもう一回穴開けないといけないとか、そういう感じなので、うん、やっぱり当時のインテグラルちょっと流行ったんだよね。でインテグラルの方がやっぱりあのフレーム軽くできるとかあったんですけど、結局ヤグラが重たいからそんなに重量的には変わらないんですよね、うん、スペック上は軽くなるんですけどヤグラが重たいっていうのがあって、まあ、ともとちょっと流行りました。これちなみにこれから進化してエアロシートポストっていうのになっていって、シートバンド専用のシートバンドをつけるんですね。でそれの昔はこういうスタイルとかでした。でハンドル周りはデータでまとめてますね。定番のデータ0100、僕も昔使ってましたね、これね使ってました。で、カンパニオーロで決めてきてますね。カンパニオーロはやっぱりこの世代までがいいかな。この5アームとかもすごく人気あるんですけども、そのデータ後に出た4アームとかもなかなかセクシーでいいですね。このねカーボンの網目ね、これすごいね、これかっこいいね。で、親指の方のサムシフターね、これ確か、スーパーレコードだからバリバリバリってできるタイプですよね。そうですね、数段、そうですね、切り替えできますね。でこれとかもなかなかメカニカルな操作感で楽しい動きですね、うん、ただやっぱりデリケートですね、カンパは。じゃあやっぱ島野に比べると操作感は乗っていてやっぱちょっとトラブルとかあったりとか。いや気をつけて乗ってればいいんですけど、うん、シマノ乗ってる友達に貸したらいきなりフロントチェーン落ちされて、この辺がガリガリになったんで、で慌ててチェーン落ちガードつけたんですけど、もう時すでに遅しって感じです。はい、まあでもこの電子機もうだって10年以上乗られてますよね。そうですね、だいぶ綺麗に使われてますので、まあ、どうしても、ね、こういったのを乗ってると出てくるので、僕の928も落としたのがあります。なので、まあ、ちょっとこういったのをつけて、それをカバーしてるっていう感じですね。ホイールはビジョンの、トライマックス30で、比較的ベースグレードの、ホイール。これはベーシックなやつで、モデルなんですが、これの利用で。この世代の、フレームにありがちなことなんですけども、やっぱりちょっと太いタイヤが入らないっていうことが結構あったりします。で、このトライマックス30結構モダンなやつなので、リム幅確か、17C だったかな。17C 幅なんで、ついてるルビノも、これちょっと古いルビノですね。最近のレターじゃないな、これちょっと古いルビノ。ここは 25C が。これ25C ですね。が入ってるんですけど。買ったのは最近なんですけどね。ああ、そうなんですね。アマゾンで。タイヤも最近高くなったんで、なかなか。あ、なるほど、なるほど。タイヤもくねて。ちょっとアマゾンで賢い買い物というかですね。ただ結構見た感じだと、このクリアランスね、ここのね、そんなに無理がある感じじゃないんですよ。本当に何だろう、具体的なブランド上げちゃうとあれなんですけど、サーベロとかシーポとかね、あそこってマジで結構パツパツなので、ここはこういう組み合わせだともうタイヤ入んないよってなっちゃうんですけど、まだこの辺りとかは入るんですよ。で 25C に 17C とかでも入っちゃう。でこれ当時はやっぱりそのパリルーベとかツールドフランドルとかでも結構太いタイヤを入れる文化ってちょっとあったりしたんですね。でそれに対応するように、実は結構いいカーボンフレームってこの当時でもタイヤ入っちゃうってことがあったりするんですね。で何よりこのシルエット、やっぱりモダンですよね。最近 そのエアロロードとかと見ても遜色ないデザインに仕上げられてる。このやっぱり切り欠きのフィンとかやっぱりすごいよくできてますし、この1本バーッと取ってるこのねフレームのセンターチューブの流れですよね。やっぱりこのバイク気に入ってるところっていうのはやっぱりシルエットとかですよね。そうですね、やっぱりこの形はやっぱ気に入りましたね。あ、なるほど。ちょっと古すぎず新しすぎずって感じのところがちょうどいい具合で、あんまり実はスローピングフレームは好きじゃなくて、はいはい、ホリゾンタルが本当は好きなんですけど、はいはい、まあ近い感じかなっていうのもあったんで。そうですね、やっぱりイタリアのバイクっていうのはどうしてもそのホリゾンタルのバイクこそ美しいみたいなところがちょっとこの時代ぐらいまで割とあって、でもコルナゴなんかは今でもやっぱりホリゾンタルのジオメトリー出してたりってあります。そうですね。でこのデロザのメラクも確か弱スローピングなんですけど、かなり弱なんですよ。パッと見た感じかなりホリゾンタルに近い、シルエットとかが楽しめるというバイクになっておりますね。10年も所有されるといろいろなことがあったかと思うんですけど、何か印象的なこととか思い出とかありますか？荒川土手の上流側かな、はいはい、今はまあ舗装されたんですけど全部、一部砂利区間があって、そこ行った時に買ってすぐぐらいの時に
釘が真横から貫通して、真横からいきなりパンクしてこの辺がガジガジになったんですけど、うわちょっとショックでした、ね、ショックですね。よく、まま、こう貫通しました。こうやって貫通するとこうですね。砂利ミッシュが意外と意外なものが意外な色をしてて、意外な拾い方をするっていうね。いやそれびっくりしました、ね、チューブ変えて、チューブ変えてます、まあ、YouTube はいつも持ってるんですけど、ちなみに僕自転車屋さんで修理しててパンクで刺さってて一番びっくりしたのはアメリカンドッグの櫛です、ね、刺さるんです。アメリカンドッグの櫛がなんか木が刺さってると思って抜いたらアメリカンドッグの櫛が出てきたことありましたね。あのなんだっけ、根元のあのカリカリがついてるやつね。あもちろんカリカリがついてるやつ、ね、それびっくりしました、ね、だから結構乗ってると意外、それは驚きますね、意外な風に刺さったりする。で、何か最後にあのこのバイクとともに一言あればお願いいたします。古き良きデローザー愛してます。いいセンスしてると思います。本当さっき言ったようにあのデローザーの古いやつはみんな黒森かチタンかって言ったらそういうことなくて、この世代のカーボンね、これの1世代前にプロトタイプっていうあのモデルもあるんだけど、その世代とかは結構ねデローザーらしいね手作り感あふれるバイクで面白いんですよ、結構見てるとね。なんでこれとかキング3とかキング 3RS とか見かけたら、ちょっとねあのいいですかって言って本田さんに話しかけて見てみると面白いです。結構あのかなり頑張って作ってる感がすごいですね。というわけで今日はですね、貴重な、メラコありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうでしたかね、浦和店のお客さんのバイク良かったんじゃないですかね。あ、そうですね、はない、そうですね、あ、そうですね、あった、タモリはもういい。はい、というわけでですね、浦和店1周年ということでですね、撮影にご協力いただいた皆様本当ありがとうございました。いろんなバイク見れて本当楽しかったですね。浦和店ですね、浦和駅からですね、だいたい徒歩何分だ、1分かかるか2分か3分か、でもなんかすごく近い立地にあります。近くにコインパーキングもありますので、ぜひこちらの方にですね、バイクの販売もやってるんですけれども、まあ、基本的に買い取りですね、完成車、フレーム、パーツ、何でもあのロードバイクに関連するものでしたらですね、こちらの方お申し込みいただければあのスタッフが常駐してますので、こちらであの査定させていただこうという感じでやっております。で、たまにこういった感じでですねイベントとかもやりますので、ぜひですねこれからもですねビチャーモーレ浦和店こちらの方よろしくお願いしますということで、いかがでしょうかという感じですね。あ、もちろんですね、僕の普段いるですね南麻布店でもやっておりますので、そちらの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでですね、これからもですね、ビチャーモーレよろしくお願いします。よろしくお願いします、何回言ってんだって感じですね。まあでも本当そういった感じです、皆さんのおかげでここまでやってきておりますので、ぜひこれからもよろしくお願いしますということで、どうでしょうかですね。でまたですね、こちらの方自分ね外でレース出たりのね動画も撮影もしますし、いつも通りテックトークというかね技術的なお話もしてきますしね、ビチャーモーレ TV の方も合わせて、よろしくお願いします。10回ぐらい行ったかな、よろしくお願いします。